参考人にお願いいたします。私は総務省の行政機関等個人情報保護法制研究会の委員等を務めましたが、その立場を踏まえて今回の6法案がプライバシー個人情報保護に危険があるということを訴え、慎重な審議を求めるという立場から意見を述べさせていただきます。この法案についてはデジタル監視法案ともここでは呼ばせていただくことがございますが、今言いました個人のプライバシー、個人情報の保護、さらには国民の知る権利、表現の自由の保障についても危ういものを含んでいるということを3つの問題点から指摘させていただきます。第1は法の目的です。国民の知る権利や政府の説明責任を定めた情報公開法との関係が不明確で、個人のプライバシー、個人情報保護についても1条の法目的には記載されていないということでございます。国民の幸福な生活ということが目的に書かれておられますが、これはいわば幸福な監視国家を実現することになりはしないかということを危惧します。デジタル庁設置法案ではこれによって従前の政府独立行政法人等及び地方自治体によるデータの分散管理を根本的に改め、内閣総理大臣のもとに個人情報を含むすべてのデジタル情報を集中管理するものとされています。しかし集中管理であるがゆえにですね、一旦個人情報が漏洩するとその影響は計り知れないものになります。昨日も LINE の顧客データに関し、中国のシステム開発委託会社の技術者が利用者の個人情報にアクセスできる状態にあったというようなことも報道されています。確かに基本法案の10条には個人及び法人の利益の保護が規定されていますが、これだけでは不十分です。憲法13条の幸福追求権にも読み込まれたプライバシー権の積極的側面としての自己情報コントロール権を法の目的として積極的に明記すべきであると考えています。すでに自衛隊情報保全事件についての仙台地裁判決や仙台高裁判決では、自己の個人情報を正当な目的や必要性によらずに収集あるいは保存されないという法的保護に値する利益が形成途上にあることを認め、その実定法上の根拠として行政機関個人情報保護法が審釈されるべきものとされています。ここの点を十分考慮して法案の審議に当たっていただきたいと思います。第2に、関係法律の整備に関する法律では改正法案で63本を定めた法案の領域というのは極めて広く、国民に理解されるには相当の時間をかけた議論が必要であると考えます。とりわけ個人情報関係を三法一本の法律に統合するとともに、地方公共団体の制度についても全国的な共通ルールを設定すると、またマイナンバーカードの発行運営体制を抜本的に強化するとされています。しかしこれらの法律の統合だけで行政機関による情報個人情報の収集管理利用についての個人のプライバシー個人情報の保護は十分ではないと考えます。その点を3つ条文に即して述べますが、現在の行政機関個人情報保護法は保護の対象となる個人情報の定義として他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるもの、個人識別情報というものにを対象にしています。ところが整備法案50条に係る現行の民間部門を対象とする個人情報保護法2条の個人情報の定義によると今回されるわけですが、ここでは他の情報と容易に照合することができるという容易性の要件が入っているんですね。容易性の要件をするとですね、役所の中にいろいろ散らばっている、これを散在情報、散在する個人情報と言ってきましたが、散らばっている情報を本人情報開示請求の対象にするということで、行政機関個人情報保護法は個人情報保護法民間部門を対象するものと別の法律の枠組みにしてたんですが、今回これを一緒にしてですねしますと、容易に照合できませんと言ってですね、行政機関個人情報保護法で対象にしてた情報が外されはしないかと
ということをですね、考えないといけないと思います。そういう意味では本人情報の非開示の情報隠しと言われないように、ここの点は質問等できっちりですね、今まで通りの開示請求の対象情報なんだということを押さえていただけるように審議を進めていただきたいと思います。2つ目は現行の行政機関個人情報保護法8条の利用及び提供の制限の規定でございます。これは今回の改正法案の69条としてそのまま維持されています。しかし時代が変わり、今お話が出たようにデジタル化の時代にですね、この規定が定める相当の理由や特別な理由があればデータマッチングできるんだというようになるとですね、紙媒体のものを一緒に合わせてた時代とは少し違うんだということをですね、念頭において考えないといけないと思います。この規定が乱用されて個人情報、特にセンシティブ情報がみだりに集積されることのないようにしていただきたいと考えます。私がその政府の研究会委員を務めた頃に報告書の中では、センシティブ情報については引き続き国民等の意見及び要望を踏まえつつ個別分野ごとの専門的な検討を行うことを期待するということを述べ、個人情報保護法と行政機関個人情報保護法の制定あたり、衆議院の個人情報の保護に関する委員会や参議院個人情報の保護に関する委員会の付帯決議では同じような趣旨を明記されていましたが、この後個別分野におけての検討が進んでいるとは思えません。このデジタル監視法案は個別分野ごとの個人情報保護の専門的な検討がなされたと言えるのかどうか、個人情報の保護については不十分で、広く国民が保有するデジタル情報を政府が一体管理することにより監視社会化のリスクを回避することができないのではないかと考えております。条文で言うと、もう一つ三つ目でございますが、行政機関による乱用事例をチェックするための行政機関等の監視、この改正法案は153条、154条、155条とありますが、指導助言監督にとどまるものであって実効的とは言えません。民間部門については146条にですね、事務所その他必要な部署に立ち入らせ帳簿書類その他の物件を検査させることができるとあります。私も2017年にドイツの調査に参りましたが、ドイツでは、第三帝国の過去の歴史を踏まえてデータ保護監察官、データ保護コミッショナーというものが立ち入り検査をすると、連邦警察と憲法擁護庁、州の警察が持っている個人データについてデータベースをチェックして、不正があればこの人は右翼の過激派じゃないからこのリストから削除しろというようなことをコミッショナーがするということを聞いてまいりました。やはり民間部門について規定されているように、行政部門についても個人情報のデータベースの立ち入り検査などによって行政機関を規制の対象とするのはしていただきたいと思います。私も日弁連の各種の委員会でこういうことを常に申し述べてまいりましたが、要は公権力による監視対象とされる個人の私的情報は必要最小限とし、公権力が私的情報を収集、検索、分析、利用するための法的権限と行使方法を定めた法制度、ここのところをきっちりして乱用、行政機関による乱用事例のないようなものにしていただきたいと思います。繰り返しになりますが、個人情報保護についての個人情報保護委員会の権限として、行政機関に対して勧告はできるものの、警察を含む政府機関に対して命令を発することができないという点がですね、やはり2003年の法制定の頃から未だに解決されてない問題だと思います。地方自治の関係で申しますと、整備法案50条と51条の関係で地方公共団体の個人情報保護も含めルールの一本化が原則とされ、異なる条例を定める場合には届け出をしなきゃいけないということで、ドラスティックに変化されようとしています。これは憲法が定める条例制定権に対する大きな制約になりかねないので、そういうことがないようにということをですね、この国会審議を通じてですね、十分明らかにしていただきたいと思います。さまざまなデータが分野横断的かつ地域横断的に収集利用される趨勢にあることは避けられませんが、広範かつ重大な制度の変更は地方自治のあり方を含め現在および将来の国民生活に大きな影響を及ぼすものと考えます。以上のような
問題点が存することから、デジタル監視法案についてはプライバシー影響評価を実施するまで制定されるべきではなく、その評価を実施したとしてもプライバシー個人情報の保護を後退させてはならず、権力監視の仕組みを強化とし、透明性の確保と情報公開を促進し、さらに地域の多様性や実情にも十分配慮して地方自治の方針にのっとった制度設計とする必要がございますので、慎重かつ十分な審議を尽くされ、必要な修正がなされることを求めます。まあ、そうでない限りですね、日本に住む人々というのはこの個人情報が内閣総理大臣やその直轄下にある内閣情報調査室に集積され、本人自身の知らないうちに自己情報をプロファイリングされて監視されるのではないかという危惧を、これは絶えず持っているところでございますので、この辺を十分に周知したいと思います。刑事訴訟法の197条の捜査照会手続きでは、本人の同意なくして個人情報を任意に集めることができます。指紋、DNA、顔認証、こういうものも法律の根拠がございません。ドイツに行った時に憲法裁判所の裁判官はそういう報告をしましたら、日本ってそんな野蛮な国なのと、最高裁の裁判官にあたる人たちですけれども言われていることがございますが、やはり法律上の根拠をきっちりするということでチェックできる、そういう法作りにしていただきたいと思います。私はそういう観点からは、特定秘密保護法に対する国会の情報監視審査会、これは特定秘密保護法の、議論の時にですね、最後に国会法の改正でできましたが、そういうようなチェック機関が国会にあればですね、継続的にチェックができる。2003年の時に付帯決議いただきましたし、私も報告書に一生懸命書かせていただきましたが、それが進まなかったところは、まさに国会で監視を継続的にいただくような機関を作っていただくことに、今回はですね、ぜひお考えを統一していただいて、そういうことも修正の枠で考えていただければ大変ありがたいと思います。以上でございます。ありがとうございました。次に石井参考人。